皆さんこんにちは。今日はモカをモカで入れてカフェモカを作りたいと思います。それ面白い動画になるの？だからモカとモカを掛け合わせ、じゃあ作っていきます。まずはモカポットで、あ、ここ映ってない、うん、映ってないね。モカポットにモカを入れていきます。映してってか、そんな隅っこでやんないでそしてこぼしちゃった、最低。よいしょ。やべ、垂れてますよ。取っちゃうよ。ごめん、事故事故。取っちゃいますよ。よし、じゃあもうこれぐらいでいいと思います。で、そうだ、やってる間に本当は準備しとかなきゃいけなかったんです。これいい？これ取れる？うん、はい、取れるよ。カフェモカはカフェごとに、いろんなカフェごとにさまざまなレシピがあって、エスプレッソで作るようなレシピとか、普通のコーヒーで作るようなレシピとか、そのお店が作っちゃっていいんですけども、今日のためのレシピです。ちょっと見ててください。まずはチョコレートですね。だいたいこれぐらいで 10g になります。でそこにエスプレッソを入れるんだけども、その前に、そうだ、ちょっとミルクを温めちゃいます。150ぐらい欲しいので、で、この間に、温めてる間にこちこちこち、さらに、グラニュー糖 10g、大さじで、すり切りで 15g ぐらいなので、これぐらいで 10g ですね。で、それからあとさっき作ったエスプレッソもどき、オンスはこれね、1オンス、でミルクが沸いたので、マスター絶対こぼすよこれ。そうだよね、今までの経験上絶対こぼすと思うよ俺。こぼれなこれぐらいで、おそらく150、よく混ぜます。特にチョコソースが溶けにくいので頑張って溶かしてください。で、ホイップクリームですね。で、最後にチョコソースを振りかけて完成です。飲む飲む飲む。